1848年名試作ゴッドレスフローリン。このデザインが流通化に採用されたゴッドレスフローリンとは、イギリスで最初に発行され流通した1849年名の西ングに相当する銀貨の名称である。この銀貨には、イギリスのコインに決まって刻印されていたデイグレイシア、神の音調によるが欠如しており、このためゴッドレスフローリン、神なきフローリンと呼ばれる。 イギリスでは、1846年から47年当時、重心放通貨制度を模索した時期があり、各種の通貨単位故障の試作コインが製造され、導入に向けた検討がなされた。その結果位10ポンドに相当する通貨単位故障をフローリンとすることが決定され、1849年には流通用のフローリン銀貨が発行された。これが、ゴッドレスフローリンである。 1848年には、この重心放通貨のパターンが製造された。これらは、表面の肖像画王冠をいただく、ビクトリア女王の胸像、月景館をいただく女王の闘像、ヘアバンドをつけた女王の闘像の3種、裏面は4つの紋章入りの盾が十字に配置されたもの、イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズの4つのモチーフが配置されたもの、それに、単純な花輪と、 額面表示だけのものの3種類がデザインされた。さらに、額面表記はフロリンの他に、セントム、デケード、ダイムのものがあったため、これらの各種の組み合わせにより30種のパターンが存在する。コインをデザインしたのは、当時の王立造幣局長国部長であった、ウィリアム・ワイオンである。 結局は1847年に発行されたゴチッククラウン銀貨と同じデザインとすることに落ち着いたが1849年名の流通用のコインもこのパターンの刻印を使用して製造されたためデイグレイシア欠如のまま流通することとなったがパターンとはいえ何故デイグレイシアが欠如していたか真相は不明であるゴッドレスフローリンは1849年名の ままで1851年まで製造され、1851年には、デイ・グレイシアを加酷し、ブラックレーター初体を採用した、ゴチックフローリンが登場している。なお、1849年名のゴッドレス、フローリンには、最初パターンの刻印がそのまま流用されたが、後に細部を修正した別の刻印に変わったため、女王の表情やドレスの模様が異なるバラエティがある。 初期のものは、ウィリアム・ワイオンのイニシャルである、WW が惑星によって潰されているため、このコインは、ウィズ・アウト・ WW と呼ばれ、希少価値があるとされる。イギリスでは、重心法通貨制度はこの後100年以上経た1971年まで導入されることはなかったが、フローリンという額面のコインはこの後も継続して、製造され流通した。 シリング銀貨とともに最も普通に使われるコインであったため現存するコインは非常に状態が悪く場合によっては表裏が判断できにくいまでに摩耗したコインも見受ける。しかし、掲載写真のような完璧な状態のコインも存在し、コイン収集家とっては人気のコインである。ありがとうございます。